はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、節チャンネル、すみません、テロップが出ませんので音声オンでお聞きください。はい、でこれが出てきたということは、今週の米さんでの抽選販売、また作品紹介していきます。はい、ブログを読んでもらってクレジットカードの方ご注意くださいね。はい、で今回は多いのでちょっと2回に分けてご紹介します。まず最初1番のみ、多いです。今回1番だけで11本ご用意いたしました。はい、ペンシルですね、今回は。そうですね、残り後半も同じぐらい量があるんですけど、全部今回はペンシル、次はボールペンも混ぜようかなと思っています。はい、ペンシル何かっていうと、はい、黒書きでございます。はい、12,000円でお出しできるものですね。はーい。今回はまあまあちょっと、特別に、はい、消費税サービス、税込み12,000円とさせていただきます。どうですかね？大丈夫かな？見えるかな？はーい。まあ、クジャク目を取った残りといった方がいいかな。まあ、とはいっても黒書きとしてはね、かなり前面出てて、木抜けがなく、なかなか、ちゃんとした黒書きでございます。はい。まあ、とは言っても12,000円。若干ね、木抜けもある可能性ありますが、ちょっとクジャク木、そうですね、クジャク木、わかります？この辺ね。名残が。名残かな。そんなもんです。まあこんな感じ。まあ12,000円。まあ全体的にしっかり黒が出てるのと、ちょっと面白くても木が抜けるやつっていうのが12,000円のボールですね。はい。はい。4本目でございます。11本ご用意してますのでね。11人の方に当たって、はい。抽選、そうですね。まず当たるということが抽選なんですけど、この11本の中でどれが行くかわかりませんので、はい。まあ、ちょっとおまけしてもらってるので、まあ、それでも大丈夫だよっていう方のみご参加お願いします。3番目に紹介したやつしか嫌だなって思われる方はなかなかね、そういうふうになりませんので、そういう方はね、ごめんなさい。はい。ご参加はご遠慮していただけるようお願いします。クジャク木、見にくいな。見にくいけどクジャク木いるんですよ。ちょこっと見えるかな。そう。まあ、こういう感じになっちゃうのが、まあ、ちょっとお安くなってる。前面にね、出てくれればね、いいんですけどね、なかなか出てくれないのが現状でございます。いやいや。本当にないっすよ。はい。市場行っても、ありません。まあ、探してはいるんですけども、はい。まあ、このレベルの、クジャクモクじゃないや、黒ガキだったら、ずっと出していけてると思います。まあ、こういうのを出してるのはどうしてもやっぱりもうクジャク木はなくって、はい、クジャク木にならなかった部分をそうやってちょっと使わせていただいてるからです。これもなかなかいい木してるんですけどね、見えるかな？そう。カメラ映りがね、あんまり良くないんですよね、黒書き。黒いやつってね、あんまりカメラ越しで良くない。それは僕のこのスマホの性能なのかもしれないです。どっかのタイミングで変えたいなとは思うんですけどね。ライティングもあるんでしょうけど。はい。よいしょ。ラスト。
11個目ですね。はい。というわけで、黒柿1番。消費税サービス。税込み1万2000円で、はい、ご用意いたしました。はい。またね、ご参加お待ちしております。では、後半はいろいろアウトレット含めていろいろ紹介していきますので、またそちらもよろしくお願いします。